山田信義は、オリックスバファローズに所属する福井県福井市出身の、プロ野球選手、左投げ左だ。中学生時代に、全日本少年公式野球連盟のオールスター、福井に所属すると、敦賀家飛高等学校の2年春に、第80回選抜高等学校野球大会、3年夏に、第91回全国高等学校野球選手権大会で、甲子園球場に登場。 3年春の福井県大会では1試合20奪三振。3年夏の選手権福井大会では通算49奪三振の大会記録を樹立した。2学年後輩に吉田忠史奈がいる。2009年の NPB ドラフト会議でオリックスバファローズから3巡目で指名。契約金5000万円、年俸500万円という条件で入団した。背番号は57。 2010年には、ウエスタンリーグ公式戦13試合に登板。投球回数54回で、3勝3敗、防御率3.33という成績を残した。9月5日の対福岡ソフトバンクホークス戦で、先発投手として1軍公式戦へデビュー。オリックスの高卒新人投手による1軍公式戦への先発登板は、1994年の 平井聖子以来であったが3回1失点という内容で勝敗はつかなかった。2011年には前年に続いてウエスタンリーグ公式戦13試合に登板。0勝3敗、防御率5.18という成績で一軍公式戦への登板機会がなかった。2012年には8月17日付で自身2年振りの出場選手登録。 登録後は一軍公式戦2試合に先発したが、いずれの試合でも敗戦投手になった。以降の公式戦にも敗戦処理要員として4試合に登板したが、9月23日の対千葉ロッテマリーンズ戦で今江俊明に満塁本塁打を浴びると、翌24日に登録を抹消。そのままシーズンを終えた。なお、ウエスタンリーグ公式戦では、春先から、 先発要員として起用。21試合の登板で5勝7敗、防御率2.43を記録した。2013年、ウエスタンリーグ公式戦で先発要員として16試合に登板。5勝4敗、防御率2.54という成績を残したが、一軍公式戦での登板機会は1試合にとどまった。二千十四年は四月に左肘のトミー・ジョン手術を受けたため、 1.2軍とも公式戦に登板しなかった。その影響で10月28日に球団から支配下選手契約の解除を通告。11月26日には育成選手契約を締結するとともに背番号を121に変更することが球団から発表された。2015年には7月27日付で支配下登録選手へ復帰するとともに 背番号を57に戻した。復帰後は、一軍公式戦7試合に登板。9月22日の対埼玉西部ライオンズ、戦では、一軍公式戦3年振りの先発を経験した。その後も1試合で先発したが、通算では0勝1敗、防御率5.51という成績に終わった。2016年には、故障で出遅れたことから、 シーズン初の一軍マウンドは6月18日の対、広島東洋カープ戦での先発登板にまで持ち越された。この試合から先発陣の一角で高投を続けると、5試合目の登板になった7月27日の対ロッテ戦で、一軍公式戦初勝利を挙げた。2017年には、一軍公式戦4試合に登板。いずれも先発に起用されたが、請求難から0勝3敗。 防御率8.76と振るわず、当時の一軍監督だった福良純一からは、もうないという言葉で突き放された。シーズン終了後には、戦力外通告の候補に挙げられていたが、実際には、推定年俸720万円という条件で、過労時的契約を公開した。2018年には、レギュラーシーズン後半の8月2日から、中継ぎ要員として一軍に昇格。 開幕から81試合連続で、先発投手の関東がなく、前半戦だけで10回の延長戦を経験すると、一対一軍の事情を背景に、ウエスタンリーグ公式戦で6月から、9円投板を重ねていた山田に、白羽の矢が立てられた。昇格後は、8月の1ヶ月間だけで18試合に、投板すると、4日の対ソフトバンク戦で、プロ初ホールドをマーク。 11日の対ロッテ戦では、7回裏からの9円当番で1回に3を無失点に抑えると、交番後の逆転勝利によって一軍公式戦にシーズンぶりの白星がついた。一軍公式戦への月間18試合当番は、1956年9月の稲尾和久、2013年5月の増田直也に並ぶ NPB の月間最多記録。くしくも山田が、 この記録を達成した8月には、セントラルリーグでも、ヘロにもフランスアが、月間18試合当番を成し遂げている。一軍公式戦全体では、8月以降の2ヶ月間で30試合に、当番。先発の機会こそなかったものの、一勝2敗10ホールド、防御率3.80という内容で、救援陣の窮地を救ったことから、シーズン終了後には、 推定年俸1500万円という条件で契約を公開した。2019年には7月から1軍に定着すると公式戦で自己最多の40試合に登板。勝敗はつかなかったがコホールド防御率3.56を記録した。チームの11連戦中につきシーズン初のブルペンデーに当てられた9月5日の対西部戦では 救援当番から中3日にもかかわらず、一軍公式戦で2年振りの先発当番も経験している。シーズン終了後の12月5日に、推定年俸2000万円という条件で契約を公開。左肘を柔らかく動かすフォームから投げ込むストレートを軸にカットボールのようなスライダー、カーブなどの変化球を織り混ぜる。低めの投球のコントロールが安定している。 オリックスの支配下登録選手へ復帰した2015年には、レギュラーシーズンの終盤から参加したフェニックスリーグで、サワン投手の先輩である武田勝から、チェンジアップを習得。2016年から、実戦で本格的に活用している。スライダーについては、2018年のオリックス春季に、軍キャンプで、二軍投手コーチの小松清から、 左打者に合わせるような勝負球として伝授された。小松からは当初フォークボールの習得を進められていたが、しなげで思うような効果を得られなかったことから、スライダーを勝負球に用いる方針へ転換。同年8月の一軍公式戦18試合当番など、中継ぎ要員としての再スタートにつながった。本人によれば、ストレートのイメージで腕を振っていたら、 ボールの軌道が勝手に曲がるようになっただけで、曲がらなかったら保守は焦ると思う、という。オリックスの球団関係者から、A クラナに似ていると言われるほどの顔立ちが特徴。長島茂雄コレクターとして、有名な山田勝造は、王子にあたる。ありがとうございます。